国際フォーラムは東京都千代田区丸の内3の5のに所在する旧東京都庁跡地に建てられ1997年1月10日に開館した株式会社東京国際フォーラムが運営する公的総合文化施設東京の代表的国際コンベンションセンターの一つにもなっており英名は東京インターナショナルフォーラムと表示される 東京都庁の跡地に建設された構造設計は渡辺邦夫が手掛けている7つのホール、展示ホール、33の会議室、店、レストラン、相田三雄美術館、大田道館の像などを備えており様々なイベントや展示が開催されている2020年東京オリンピックの競技会場の一つである国際建築家連合の基準に基づく 国際公開コンペが初めて日本で行われ、設計者は建築家のラファエル・ビニオリに決まった。ガラスの吹き抜けホールは船を題材にしており、その巨大な外観とともに船の骨格のような構造を露出した内部が特徴となっている。建物の曲線は山手線の線路の曲線と並行しており、外周部には無駄なスペースがない。代わりに、 中庭のような広場が中央部に配置されている。2003年7月に民間企業の資金、人材、ノウハウを積極的に活用し、収益性、経営の効率性を向上させることを目的として、財団法人東京国際交流財団から第三セクター法人の株式会社東京国際フォーラムへ、事業が譲渡され、丸紅社長、会長を経て、 2002年から財団法人東京国際交流財団の経営顧問を務めていた鳥海和夫が社長に就任。民間の経営手法を取り入れ黒字化を達成した。明治時代東京府庁舎が立っていた。ありがとうございます。